細かく切っていきますよ。他の方に待ってますよ。과학의원리를これだけ。もう一回。과학의원리를さんどう？そうそうそう、そんな感じ。과학って何？과학なん。そう、科学、科学、サイエンス、科学。で、その次は？과학의원리를おさん何？科学の과학의원리를そう、원리。원리って何？その通り。これね、ホワイトボード見えますか？はい。じゃあこれもう一回発音して。もう一回は、そう、ウォンリー。ここリュールに変わるね、リュールに。は、何音か。そう、リュウ音か。その通り。その通り。はい、自信持ってください。リュウ音か。コアハゲウォンリル。次いきますよ。コアハゲウォンリル。スクリプトを読みながら、音読練習しててください。で、全員、マイクのマークをクリックして、ミュートにしてください。わかりますか？マイク、そう、これでミュートになりました。で、皆さんはさっきのスクリプトを見ながら発音練習しててください。やると見えにくいかもしれないけど。OK。で、僕は一人ずつ発音聞かせていただきます。はい、どうぞ練習してください。各自練習、どうぞ。そう、チェックってもうちょっと激音らしく、チェック。うん、ウォルリルル、ここがちょっとね、ルルってなっちゃう。ウォルリルル、そうそうそう、今ぐらいだったら、うん、油断するとルルってなっちゃうから、ウォルリルル、そうそうそう、 OK です、 OK です。でもね、コアハゲってなっちゃうから、これはね、科学のって日本語につられちゃってる。コアハゲ、そう、低くからコアハゲウォルリルル。はい、じゃあいいんですけども、まあこんな感じでできるの。うん、だから聞き取りをやって音読をやって一人一人チェックもして、で、あのメールでミレの通信教材を送ってっていうふうにやります。